シードとは、韓国のキアが欧州で発売している、欧州 C セグメントクラスの小型乗用車である。2006年春のジュネーブモーターショーで5、ドアハッチバックのコンセプトカーとして出展された。その後、秋のパリサロンで5、ドアハッチバック及びステーションワゴンの市販モデルが発表され、同年末より欧州で発売開始した。生産は、 キア初の欧州生産拠点であるスロバキアジリナ工場で行われる。開発時のコード名は ED。欧州のデザインセンターでデザインされた。現状では欧州専用車であり、韓国やその他の地域では販売されていない。シードは C セグメントに分類され、プラットフォームはヒュンダイエラントラと共通のものを使用している。ボディタイプは5ドアハッチバック。 ステーションワゴンがラインナップされている。また、サンドアハッチバック、プロシードが二千八年一月から発売が開始された。シードの設計をもとに作られたのが、親会社の現代自動車の i 三0である。i 三0はシードとは違い、韓国市場でも販売されている。エンジンは一1六リットル二2零リットルの直列、四気筒ガソリンエンジンと一1六リットル二2零リットルの ディーゼルターボジカ4がラインナップされている。ミッションは5速、6速 MT と4速 AT。安全性においては、ABS、ESP、エアバッグ、ムチ打ち防止ヘッドレストなどを装備し、ユーロンキャップ5つ星の評価を受けている。シードは発売後に高い評価を受け、2008年度、ヨーロッパカーオブザイヤーでは、第4位を獲得した。2012年3月、 ジュネーブモーターショーにて実写が初公開された。2018年3月、ジュネーブモーターショーにて実写が初公開された。ありがとうございます。